気持ちよく寝てたのに。誰だ、邪魔しやがったやつ。で、なんだ、お前か。ああ、もう昼。うん、寝すぎた体バキバキだ。まあいいや、昼飯買ってきたんだろ。よし、今日はなん、はあ、焼きそばパンかよ。ああ、お前さ、ほんとセンスね。こればっか買いすぎなんだよ。先週は食ったじゃん。まあ嫌いじゃねえか、兄ちゃんさ。サンキューな。何？金？いいじゃねえか。こんくらいおごってくれてもさ。そんなこと言って、返してもらったことはない。そうそう。金欠なんだよ。お前だって。もし俺が食いっぱぐれて倒れでもしたら、悲しいだろ。おい、なんだよその顔。そんなどうでもいいような顔しやがって。毎日お前のこと可愛がってやってんのよ。ま、いいや。とりあえず食おうぜ。おい、どこ行こうとしてんだよ。お前もこれから昼だろ。隣空いてんだから、ここで食ってけばいいだろ。は？いっちょ前に嫌がったんじゃねえよ。いいから、座れ。あれ、そういやお前さ、自分の飯はどうしたんだよ。いつも一緒に買ってくるじゃん。はあ？それマジで言ってんのかよ。悪い。一人分しか買う金がなかったから、自分が飯抜きって。ったく、しょうがねえな。ほら、やるよ。今日だけだからな。お前が腹減って、倒れても困るからな。なんで困るかって。そりゃ、今日の放課後、お前ん家行けなくなるじゃん。漫画の新刊買ったって、昨日言ってたじゃん。それじゃ、読みに行かないとな。は？今日の放課後ダメって。なんだよ、それ。俺以上に優先する用事なんてないだろ。つうか、そんなの許さねえ。あの先輩に呼び出された。お前それ、
本当か？確かその人って、この辺一帯を仕切るレディースの総長やってるはず。今の時代にめっちゃ気合入ってる。マジの人じゃん。そんな人に呼び出されるなんて。お前何やったんだよ。下手したら、殺されるんじゃね？なんでもいいけど。授業終わったら迎えに行くから、一緒に帰るぞ。呼び出しはどうすればいいって。そんなの無視すればいいじゃん。はいはい。そんなビビになった。俺がいりゃ大丈夫だろ。ほら、昼休み終わりのチャイム鳴ったぞ。ど真面目ちゃんは授業に遅れちゃってもいいんですか？そんじゃ、また放課後な。やっと見つけた。どこ行ってたんだよ。せっかく教室に迎えに行ったのに、お前いねえんだもん。帰ろうぜ。予定より遅くなったし、俺も早く漫画読みたいしな。ちょっと待て。そのほっぺた。隠すな。よく見せろ。少し赤くなったる。投げられたみたいに。お前、どこで何やってた？いいか、言うんだ。へえ、例の先輩に絡まれたわけだ。じゃあ、この傷もそいつにやられたんだな。やっぱり、今日の予定はなしだ。何するつもりかって。決まってんだろ。俺のものに手を出したんだ。ただじゃお金。なんで止めるんだ。お前にあいつをかばう道理はないだろう。それとも、俺を心配してんのか。本当にお前は可愛いやつ。それなのに、あいつらは手を出したんだ。くそ、考えただけでイライラする。お前は早く帰って、傷の手当てをしろ。本当なら、俺が手当てしてやりたいとこだが、それよりやることがあるからな。お前が今来たってことは、あいつもまだ近くにいるんだろう。探し出して、ひねり潰してやる。これだけのことをしたんだ。ちゃんとお返しはしてやんないとな。俺のものに手を出したらどうなるか、身をもって分からせてやる。